はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。では前回に続きましてマウンテンキューブですね、こちらの創作を続けていきたいと思います。まあちょっとさっきのところまではサクサクいきたいですね。でここで敵と戦ったからこっちへ進んでいきましょう。出たー、もうバイソン闇は速攻で型をつける。であとはゴリ押し84か、結構持ってるな。ゴッドガンダムがそろそろ上がりそうだな。ボス戦の前にちょっとウィザードはでもレベルが上がってほしい。 SP を使いすぎてる、どうも。宝箱発見。今のは見えましたね、宝箱か。需要層って、カメレオンゾディアーツ普通に出てくんのかよ、マジか。とりあえずこいつ回避するからな、速攻で倒したい気がする。うわー、どうかしたよー。でも倒した。なるほど、ボスで出会ったとしても普通の敵で出てくる可能性があるから、その時はあれっすね、チップはもらえないっすね。大ボスだと多分チップは絶対出るんでしょうけど、ここ怪しくないですか。いや、アイテムで回復させよう。ライフキットちょっと買ったんで、ほら、だいたいイベントが始まるところ押さえてきましたね。この声、地中から、まさかまたジム2が。その時ゴッドガンダムは何者かに足首をつかまれた。ボボボボボ、そのまま地面の下へ引きずり込まれてしまった。マジか、地底ダンジョンとかあんのかな。おお、洞窟なってる。ここは地下空間、鍾乳洞か。ノーム、おや、あなた方はヒーローでしたか。生き埋めにして絶望させようと思ったのですが、ジム2のように簡単にはいかないみたいですね。お前もジム2を生き埋めにしたのか。ええ、彼らの中にはゲートの一人もいるでしょう。ゲートって何。そろそろファントムを生み出す者も現れる頃かもしれません。強制労働という絶望の中にいた彼らはガギの出現に乗じて運よく逃げ出し、一旦は希望を見出しました。私はそんな彼らをあえて地下に引きずり込んだのです。希望を持った分、より深い絶望の淵に突き落とすことができますからね。なんてやつだ。おい、ジム2はどこにいるんだ。そこの土壁の中ですよ。さあ、ご希望ならあなた方も埋めて差し上げますよ。戦闘か、結構ちょっとした中ボスが多いっすね。マシンキャノン、レオパンチ、アレックスパンチで、ウォーター効くかどうかだな。で、勝たれた。レオパンチはいいや、火は効かないからな。ちょっと氷が効くかどうかを試したい。うん、普通だな。あー、回避率が上がった、マジか。
ただめっちゃ回避率が高くなったわけじゃなさそうだから、とりあえずこのまま押すか。ハリケーンスラッシュ、弱点はなさそうだな。マシンキャノン、こいつはメテオを使いましょう。この間はマクドワイ結構いいな、多分こういう時に使えばだいぶ役立つんだろうけど、ただ飲むにもうだいぶ一文字減ってるからなすぐ倒せそう。ほら、やったぞ。よし、ジム2、今助けてやるからな。うおー、フェニックスだ。てめえらよくも邪魔してくれたな。ガーッ、フェニックス、俺がぶちのめしてやる。グハッ、強い。ははは、あ、出たな、ファントム。ガーッ、何してんだ、今がチャンスだ、こいつを倒すぞ。マジで戦うの？さあ、ショータイムだ。うおー、連戦だ。お、ファーストアタックになってる。でもよし、ここは今のうちに、なんかいいのがない。まず炎が効くかどうかと、アレックスパンチで、こいつはウォーターが効くかどうか。普通で、アタック、アタック、違う、ガンダムはもうマシンキャノンでいこう。で、レオをちょっと回復させましょう。カタストロフ、うわー、2回攻撃してくんな。ちょっとこいつはずっとヒールだな。そうすると、お、カタストロフを盾にした。マジか、123。あ、でもそこそこ当たるじゃん。で、今のうちにメテオを使ってラッシュゲージを貯めると。ビースト、まあいいや、いてよい。ゴッドガンダムを回復させなくては。ん、反射か。うおー、マジか、これオール反射か。大丈夫か。とりあえず、まあ回復はグッドだけで大丈夫かな。いてー、強い。痛い。ただこれでウルトラマンが大丈夫になったけど、ちょっと回復しよう。みんな自分のことは自分で回復してください。こいつは攻撃できるな。おっと、よし、ここでちょっと押しますか。ラッシュ、ラッシュレベル2スタート。ヒーロー技バグネツゴッドフィンガー、スキルドライブオンにしてエネルギー光線で、こいつもドライブオンにして、こいつのヒーロー技って何、ツインスラッシュか、ライダーライダーか。よし、行きましょう。くらえ、うわー、ガードされてるし、行くぞ。リュウハ、東方腐敗の名のもとに俺のこの手が真っ赤に燃える。勝利をつかめと轟く叫ぶ。爆裂ゴ
ゴッドフィンガーヒートエンド。ガードされてはいるけど結構当たるな。 RX ソード、これ一緒に攻撃してほしいっすね。順番に攻撃するんじゃなくて、なんかその方がかっこいい気がする。まあ倒しましたね。てめえらふざけやがって、この程度で俺が死ぬとでも。何おりゃーぐはー、大丈夫か、はーぐわーぐわー、ははこれまでだな。死ね指輪の魔法使い。エクスプロージョン、うわーくわ、お前なんか出てきた。白い魔法使い、失せろ。エクスプロージョン、グワー。おお、フェニックス倒した。白い魔法使い、あんたもこっちの世界に。久しぶりだなウィザード、俺を助けてくれたのか。力を取り戻しつつあるようだな。指輪があるからどうにか戦えてるだけさ。指輪はお前の魔力を引き出す道具に過ぎない。でももっと俺自身が強くなんなきゃ。強さを求める、その心があるのならお前にこれを渡そう。これはドラゴタイマー。お前の魔力が具現化した魔道具だ。お前がそれ相応の力を取り戻していれば使いこなせるはずだ。ありがとうございます。待ってくれ、あいつ白い魔法使いって言うのかって言うのかっていうか、名前は他にあんだろうああ今の俺がこうしていられるのも、元はといえばあいつから力を与えられたようなもんだ。そうだったのか。しかしあの野郎はいまいち何考えてんのかわかんねえんだよな。確かにな。それよりよ、見てくれよ、あいつのせいで道が塞がっちまったじゃねえか。本当だ。こういう洞窟には何かお宝が埋まってるって相場は決まってるのによ。それどころじゃないだろう。ああ皆まで言うな、俺はこう見えても考古学者の卵なんだ。え、マジで違う、ジム2の救出が先だろ。こっちの壁の中だ。ゴッドガンダムたちは壁に埋まっていたジム2を救出した。助かりました、ありがとうございます。大丈夫みてえだな、よかった。だが体力はかなり消耗しているようだな。よし、じゃあ俺が拠点へ連れてってやる。ゴッドガンダムたちはジム2たちを拠点へ運んだ。ドラコタイマーを入手しました。ウィザードの新しいスキルが解放されました。拠点に着くとジム2たちはすぐにメディカルルームで治療を受けた。幸い命に別状もなく意識もしっかりしていたので、ヒーローたちはキューブ内の状況を聞くことができた。それによると、キューブを支配するネバーに対してミリシャという組織が抵抗を続けているらしい。ミリシャってターン A じゃないですか。なるほど、だったら合流しようぜ。ダチは多い方が心強いぜ。ただジム2たちもミリシャの拠点がどこにあるか詳しくはわからないって。でもあの辺なんだろう。ええ、彼らもミリシャに助けてもらおうと思ってあの辺りを逃げ回っていたらしいの。よし、とにかく探索を再開しよう。何か手がかりが見つかるだろう。じゃあ俺はまた一人で行かせてもらうぜ。ファントム探しか。いや、ファントムはこの際後回し。あのキューブにはいろんなものが埋まってると見た。俺の勘がそう言ってんだ。間違いねえ。じゃあな。そうだ、お前たち一つ伝えておく。クエストルームが利用できるようになったぞ。
クエストルーム？なんだそりゃ。おい、ユニコーン、知ってるか？俺が知るわけないだろ。誰か説明してやってくれ。誰？なんで RX が知ってんの？わかった、俺が説明しよう。クエストルームに集合だ。ミリシャ。え、集合だって何？どこに集合すんの？クエストルームが開放されました。ちょっと行ってみますか。なんか変なとこに出てきたな。ここがクエストルームだ。個人的な依頼や人知れず発生した事件なんかの情報、つまりクエストが集まってくる。解決するのはもちろん俺たちヒーロー。依頼の成功と引き換えに報酬を受け取る仕組みだ。引き受け方は簡単だ。リストから好きなクエストを選ぶだけさ。クエストは少しずつ増えていくからこまめにチェックしよう。詳しいっすね、RX先輩。ああ、前回のリジェスの戦いの時も何かとお世話になったからな。でもなんだかカフェみたいで落ち着くな。そうなんだ、コーヒーや軽食もできる。一息入れたい時は来るといい。さあ、そろそろ探索の準備にかからないとな。ほう、ちょっとクエスト見てみましょう。サブクエスト受注ありません。こういうのさ、だいたい一つ用意しといてよ、最初の受注できるの。意味ないじゃん。ここがクエストルームか。何も来てないよ。さっき調べたもん。はい、というところで、まあファントムもなんとか倒すことができて、クエストルームが開放されましたけれども、受注できるものは何もないって。何のために解放されたんだっていう感じですけれども、じゃあ今回はこれで終了して、まあ、次回ミリシャですね、会うために探索を続けていきたいと思います。では今回はこれで終了します。